ハーロッカウェイ、モッドアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND ロッカウェイ線の東側終端駅である。終日駅系統が発着し、ニューヨーク市地下鉄の駅としては最東端にある。2014年には、ロッカウェイ半島で最も繁忙な駅であった。元は、ロングアイランド鉄道の地上駅として1869年に開業し、 現在のニューヨーク市地下鉄の公開機としては1958年1月16日に営業を開始した2008年のファーロッカウェイ駅改築前の様子プラットホームにて駅に展示されているジェイソン・ロールフ作レスパイトロングアイランド鉄道ファーロッカウェイ支線はもともとは現在も存在する路線の一部でロッカウェイ半島を通った後ジャマイカ湾を高架橋で渡って クイーン区に入り、ロッカウェイビーチ支線に接続されていた。ファーロッカウェイ駅はもともとサウスサイドレールロードオブ、ロングアイランドにより建設され、1869年6月29日に開業した。その後、最初の駅舎は貨物駅に転用され、2代目の駅舎がオーシャンポイント駅から移築、改装されて1八十一年十月一日に開業した。 さらに1890年7月15日には3代目駅舎が開業し、2代目駅舎は1890年10月に売却されて、私有地に移築された。地上駅には大きな広場と停留所が設けられ、乗り合い馬車やタクシー、路面電車が運行された。当駅は1897年から1926年9月2日まで、オーシャンエレクトリックレールウェイの終点で、 同社の本社も兼ねていた。また、ロングアイランドエレクトリックレールウェイの路面電車が、当駅からニューヨークアベニュー経由でジャマイカ地区まで運行していた。路面電車が1933年11月に廃止になると、グリーンバスラインズとジャマイカバスが運行されるようになった。路面電車のルートは、ジャマイカバスのルート B となり、これは現在の913系統及び、 914系統に引き継がれている。ロングアイランド鉄道の立体交差化プロジェクトの一環で、地上駅は1942年4月10日の昼に閉鎖され、新しいコンクリート橋上駅舎が開業した。度重なる火災とメンテナンスの問題、特に1950年5月のローント駅、ブロードチャンネル駅間火災により、ロングアイランド鉄道は、 ロッカウェイビーチ支線とファーロッカウェイ支線のクイーンズ区部分を廃止することを決断した。ニューヨーク市は1955年10月3日にモッドアベニュー異性の区間を買収して IND ロッカウェイ線の一部とし、1956年6月にはロッカウェイパークに向かう西側の区間で A 系統の運転を始めた。残りの部分は1958年1月16日に 地下鉄のファーロッカウェイ駅が開業するまで、ビーチ25丁目、ウェーブクレスト駅を東端として運転された。ロングアイランド鉄道の高架駅と、モッドアベニューの北東側にあった、バスターミナルは、ショッピングセンターと駐車場になり、ロングアイランド鉄道ファーロッカウェイ駅は、元の位置からは2ブロック、地下鉄駅からは3ブロック先のネームオークストリートに、移転の上、 ファーロッカウェイ支線の終端駅として1958年2月21日に開業した。2009年から2012年にかけて駅の改築工事が行われ、1950年代冬デザインの駅舎は金属製のファサードとドームを備えたものに建て替えられ、階段や従業員詰め所などが改善された。障害を持つアメリカ人法に準拠するため、駅舎とホームの間に エレベーターが新設され、ホーム端には黄色の警戒帯が設けられた。またアートフォートランジットの一環で、レスパイトと題したガラス作品が展示された。この改築工事には1億1700万ドルが投じられ、改築後の駅舎は2012年5月11日にお披露目された。ファーロッカウェイ駅は現在ニューヨーク市地下鉄で営業中の駅の中でも最古の駅であり、 151年前の1869年7月29日にロングアイランド鉄道の駅として開業した。一方、最初から都市高速鉄道の駅として建設された駅としては1885年5月13日に開業した BMT ジャマイカ線のゲイツアベニュー駅が最古であり、136年に渡って営業している。ファーロッカウェイ駅は ロングアイランド鉄道の車両限界に基づいて建てられていたが輸送能力の関係から地下鉄の車両限界に改められたのは63年前のことである。このためファーロッカウェイ駅はニューヨーク市地下鉄で15番目に新しい駅でもあるハーレム -148 丁目駅と57丁目駅アーチャー,アーベニュー線の3駅 IND63 丁目線の3駅 サウスフェリー駅、34丁目、ハドソンヤード駅、そして2017年開業の IND2 番外線の3駅で、ある。ハリケーンアイリーンの被災者を見舞う J ワルダーまた、元会長ファーロッカウェイ、モッドアベニュー駅は、ロッカウェイ線の東端にあたり、コンクリート成功架橋の上に設けられた島式ホーム一面二線の駅である。線路は、 ホームの北東端を少し越えたところにある車止めで終わっている。ホーム端のドアから階段を下ると地上階の改札に出る。運転指令所と乗務員詰め所はホーム南西端にある。駅舎にはホーム階と行き来できるエレベーターが2基と階段が何箇所か設けられている。現在はロングアイランド鉄道ファーロッカウェイ駅との間の連絡線は 撤去されており、乗り換えには3ブロック歩かなければならない。ありがとうございます。